こんにちは、こんばんは。ココアートチャンネルのココです。動画をご覧いただきありがとうございます。私はテンション高めですけれども、この方普通な感じでお届けします。いつも私ばかりがテンション高くて、龍はいつも通り平常心でお届けしております。このギャップが楽しいというご意見もいただいておりますので、このすごいやる気のなさ見て。なんかさ、チームでやってる YouTuber は誰か一人がテンション低かったら視聴回数が伸びないという風な、そういうジンクスがあるんですけれども、これは大丈夫？この感じは大丈夫ですか？まあね、人間ではないので、言葉が通じないので、さっきお散歩に行ってきたばかりなので、ちょっと疲れてこんな感じ。もう最近ちょっとお散歩に行ったり、ちょっと出かけるとぐったり疲れる理由でございます。と言ってもそんなにすごいお散歩長距離行ったりしてないんですよ。本当にちょっと行っただけなんですよ。それでこんなに疲れるんですよ。という感じで、あんまりダラダラ雑談してたらまた動画が長くなってしまって叱られそうなので、この辺で雑談はやめにして。もう最近なんか LINE アットの方にもたまに15分以上の動画とかあるじゃないですか。そしたらたまにお叱り受けるんですよ。動画はなるべく10分までにまとめてくださいみたいな、そういうお叱りを受けるので、私のスキルとしたら、もう少しトークをコンパクトにまとめて、もう少し脱線しないようにして、もう少し動画を短くできるように頑張りたいんですけれども、スタッフも調子に乗って最近あまりカットをしないので、動画がどん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 長くなってるんですけれども、大丈夫でしょうか。申し訳ございません。ということで、今日はセリアで買ってきたキーホルダーをイヤリングにしながら皆さんと一緒に雑談するという動画になります。ココアートチャンネル、これも私作ったものなんですよ。ココアートチャンネルを始めてからもう3年になるんですけれども、ココアートチャンネルを始めたくらいの時に作ったイヤリングです。この先端のブルーのスワロフスキーがだいたい2、300円ぐらいだったので、買うより安いでしょ。でスワロフスキーだから全然ずっと何年つけてもくすまないということで、ちょっと夏の涼しげなアクセサリーが欲しいと思ってたら、セリアのキーホルダーにぴったりのものを見つけたということで、この動画撮ってるんですけれども、そのキーホルダーがこちら。どうせだったらアシンメトリーで色々付け替えることができた方がいいかなと思って、こういうセットとか、こういうセットで付ければ、秋口にも付けられるかなと思って、こういうセットだとちょっと涼しげじゃないですか。ね。ということで、ちょっと3色買ってきてしまったんですけれども、もう本当に迷ったんですよ。同じ色にしようかな、2個ずつ買おうかなって迷ったんですけれども、どうせだったら3色あったら、もし1個なくしても大丈夫かなと思って、3つ買いました。そして3つ買うんだったら、色違いで付けてみたいということで、この3色を買いました。それでは開封したいと思います。もう開封しなくてもわかるんですけれども、本当に100円ですか、これ。セリアさん、こんな素晴らしいの100円で売って大丈夫？本当に皆さんこれすごいんですよ。わかるかな、もうスケスケなんですよ。スケスケなの、本当の葉っぱかなと思うぐらいスケスケなんですよ。どうやったらわかるだろう。ニビアで試してみる。ニビアでほら、わかります？ニビアの字が透けてるでしょ。このくらいスケスケなんですよ。でも紙とかプラスチックじゃなくて、割としっかりした金属なんですよ。ピンクの方もほら、ちょっとやっぱ女優ライトがあると見えにくいから、ちょっと今から私いきなり吹けますけれども、女優ライト外しますね。これをきっちり見ていただきたいので、私よりもこっちを見ていただきたいので、私ちょっと汚くなりますけれども、女優ライト外しますね。あら、怖いわ怖いね。申し訳ございません。でもこれがないと、ほら、わかります？ほら、こんなにスケスケなんですよ。わかります？どのぐらい透けてるか、ほら、女優ライトをつけたままだと、この金属のパーツが、このリーフがあまりにも綺麗だから、これに光が反射しすぎて見えなかったけど、ほら、すごい、この映像すごくないですか？葉っぱ越しの私。なんて表現したらいいかなと思って、一番私が思いついたのは、妖精の羽。まるで、
妖精の羽ですよ、これ。すごくないですか？これ金属ですよ。そりゃね、力を入れてぐにゃって曲げたらそれ曲がると思いますよ。薄いものだから。こんなに薄いから。ね、1ミリもないくらい薄いから曲がりますけど、金属なので、そう簡単には曲がらないんですよ。こういうスケルトンリーフってあるじゃないですか、ドライフラワーで。ああいう感じで弱々しいものじゃなくて、ちゃんとした金属。なのに、こんなにスケスケ。ねえ。これ100円ですよ、セリアで。こういうの好きな方、セリアに急いで。すごくない？それでは、早速これでイヤリングを作っていきたいと思いますって言っても、あ、怖っ。ちょっと女優ライトも出しますね。あら、綺麗。まあ、やっぱり女優ライトの力ってすごくない？皆さん。ほら、ほら。ね、動画ってすごいわ。ほら、ね、やっぱこの辺に影が。もうそれどうでもいいですね。はい、どうでも申し訳ございませんでした。作ると言っても、この元からあるキーホルダーのチェーンを取った、このバチカン部分に、フープイヤリングとかフープピアスを通すだけ。完成。簡単。つけてみたいと思います。かわいい。どうですか皆さん。片方だけでもいいですね、これ。片方だけでも全然おしゃれな感じじゃない？ほら、私みたいに顔の大きい方、このくらい大ぶりのイヤリングいかがでしょうか？顔が小さく見えますよ。綺麗、この透け感。あのね、皆さん、私もちろんこのモニター越しに今見てて綺麗ですよ。でも、実物を見ていただきたいし、触っていただきたい。そしたら、全然違うから、高級感があるの。これ知らない人に見せても100円だなんて絶対思わないですよ。ちょっとじゃあこれとお揃いでピンクの方を、ピンクゴールドの方をつけてみたいと思います。本当に軽い。この軽さもいいなと思って、もう見るからに軽そうだったんだもん。だってケースから持ってもなんか入ってないみたいな軽さだったんだもん。本当にこれセリアさん大丈夫ですか？儲けててないんじゃないの？どうやって作るんだろう？だって本当に葉脈まで見えるんですよ。葉脈まで。もうわからない。なんかね、やっぱり動画ではね、なかなか動画ではね、動画では、この、でもライトを外すとなんとなくわかりません？この葉脈の感じ。本当の葉っぱみたい。本当に金属の葉っぱみたい。あ、本当にほら、息で飛んじゃうぐらい。すごいんですよ、薄くて。食べられそう。ほんと、ポテトチップスぐらいの薄さ。こう、ほら。髪の毛を下ろした感じでも綺麗だし、もちろんこうやって、ほら、アップにしてもほら、良くないですか？この感じ、留め金部分がちゃんともうキーホルダーとしてできてるので、チープじゃないんですよ。ちょっと高級な感じ、本当にこうやってジュエリーとして売られてる感じ。あれ？若干ちょっと大きさ違うかな？個体差が、若干ほら、若干ちょっと大きさ違う。個体差があるので、同じ大きさがいいっていう方は、ぜひ選んでみてくださいね、売り場で。売り場？売る方からしたら売り場？私たちからしたら買い場？買い場で選んでみてくださいね。このブルーとゴールドは同じぐらいの大きさでした。だから、個体差があるということは本当に葉っぱから作ってるんだ。どうにかして葉っぱから作ってるんだ。私が想像するには葉っぱの葉脈に金属の液体を流し込んで固めたみたいな、そんな感じなんですよ。夏にはいいなと思って。すごくない？セリア、最近のセリア、目を見張るものがありますよね。これちょっとしたパーティーとかでも全然大丈夫ですよ。ほら、色が違っても同じリーフだから全然違和感がない。さっきみたいにもちろん片方でもおしゃれだけど、色違いで両方つけてももちろん同じ色をつけても、やっぱり同じ色で欲しいからもう一回ちょっと買いに行こう。どうですか皆さん、いかがでしょうか？でもすごい薄いのでやっぱり下ろしても大丈夫かもしれないですね。髪を下ろして。ね、髪を下ろしても大丈夫ですね。すごいほら、軽やかでしょ？見るからに軽やかじゃないですか？もうものすごい軽いです。羽みたい。お近くにセリアがあるっていう皆さんはぜひ急いでください。もし男性の方でこういうのを好きな方は、キーホルダーとして使ってみてもかなり繊細で可愛いと思います。自転車の鍵をつけるのにもいいかもしれません。でも自転車の鍵をつけてポケットに入れたらぐちゃってなっちゃいそうなぐらい繊細。やっぱりこれはアクセサリーか、ネックレスでもどう？ネックレスでも可愛いよ。ほら、チョーカーでも可愛いし。いかがでしょうか？結構長さがあるので、こうやって片方でも全然可愛いですね。
片方でもおしゃれな感じですね。もう本当に軽いです。商品名はリーフキーホルダー、そのまんまですけど、リーフキーホルダーと書いてます。あ、書いてた、書いてましたよ。本物のリーフをかたどって作られているので、一つ一つ全ての形が違います。だからなんだ、だから個体差があるんだ、だから微妙に大きさが違うんですよ。繊細、すごいですね。どこで作られてるんだろう、どこで作られてるんだろう、海外、違う、日本、大阪府八尾市で作られてるんだって。買ったのはセリアですけれども、販売元は大阪の株式会社中田というとこだそうです。素材がキャスティングスチール、スチールで作られているそうです。すごいですね、今の100均は。なのでもしかしたらセリア以外でも売られてる可能性がありますよ。もしこの中田という会社からどっか違う100均が取引してたら、そういうとこでも売ってるかもしれないけれども、私はセリアで買いました。皆さんもいかがでしょうか。夏にすごい軽やかで、すごい涼しげ。私これからセリアに行ったら、アクセサリー売り場とか DIY 売り場だけじゃなくて、キーホルダーコーナーもしっかり見ていきたいと思います。だってこんなに素敵なものあるんですよ。私はやっぱり元からの女性ではないので、ガタイも割と普通の女性に比べたらいいんですよ。肩幅もあるし、大柄だし、顔も体も割と大きめで大柄なので、大きいパーツを探しに行くんですけれども、セリアとか100均に限らず、アクセサリーとか手芸屋さんに行っても、なかなか大きなパーツってそこまで売ってないのが悩みだったんですよ。なので今回ちょっとキーホルダーコーナーになんかいいのないかなと思って、プラーっと行ったら、こんな素敵なものを発見してしまいました。これ動画ではなかなか伝えきれてないんですよ、この繊細さ。ぜひお近くにセリアのある方は、ぜひ手に取ってご覧いただきたい。パッケージはこんな感じです。ぜひ見てみてください。かなり繊細です、スケスケです、軽やかです。なのにすっごいゴージャスに見えます。絶対100円には見えない感じ。これちょっとシルバーアクセサリーなんですって言っても通用するぐらいの、なんかそんな感じになりました。いかがでしょうか。大ぶりなアクセサリーが好きな方は、ぜひイヤリングに加工して使ってみてください。これ日本中でイヤリングとして使ってるのって私ぐらいでしょうか。もし街中でこれをイヤリングとしてつけてる人がいたら、ココアとチャンネルの視聴者さんかもしれません。ということで、ちょっと久しぶりに夏のジュエリーというか、夏の手作りアクセサリーをご紹介しました。というか手作りアクセサリーというか、キーホルダーとして買ったものをちょっとイヤリングパーツにつけてみました。いかがだったでしょうか。本当にダイソーとかセリアとか100均の進化は日々目を見張るものがあります。また100均に行ったらちょっとチェックしていきたいと思います。皆さんもいかがでしょうか。動画の間、龍のいびきが聞こえていたかもしれませんけれども、お許しください。龍はお散歩に行ってちょっと疲れて寝ております。ということで、今日も最後までご覧いただいてありがとうございました。それではまた。チャンネル。